初日舞台挨拶を行ってまいります。改めましてどうぞよろしくお願いします。念願のその3、その監督の作品に参加することができて、本当に充実した撮影期間を送らせていただいて、これから映画をご覧になった皆さんからどんな反応があるのかなというのが、とても楽しみです。おかげさまでですね、こういう作品とかスタッフ、キャストの皆さんで巡り会えて、こういう場に立てているってことが本当に幸せなことだと改めて痛感、本当に幸せだなと思います。なんかこう手がこうマイクを持って震えてしまうぐらいなんかこう緊張して嬉しさのあまりなんですけど、そんな気持ちをこう味わうことができてとても幸せです。いやもう、いやこの役ちょっと僕もオーディションでゲットしたんですよ。本当はちょっと冷たい熱帯魚出たかったんですけど、そっち頑張ったけど出れなくて、で次またその組入るって聞いて、これはもうオーディション出るしかないと思って、もうなんとかかんとかこうオーディションにこう呼んでいただくように仕組みましてですね。でこの舞台に立ったらものすごい数のお客さんがこれをご覧になってる。もうね、あの時オーディション勝ってよかったなと今しみじみ感じております。皆さんはじめまして、小林隆二と申します。こうやって皆さんの前で立つことができて、本当に感無量です。僕はこの映画を本当に愛してまして、まあ最も愛している映画と言ってもいいと思うぐらい、とにかくずっと心の中にこう今からこれからもずっと留めていきたい映画となったと思います。今回のこの映画っていうのは、その3人の女性っていうのがそれぞれ個性的なキャラクターだったじゃないですか。で、水野さんの役の吉田という刑事はどんなところがこう引きつけられていきましたか？吉田は一番一般の女性の代表といいますか、その目を通してこの2人の生き様を、事件を追っていくという感じだと思うんですが、やっぱりセックスというものが愛を確認する行為というだけではなく、こう何か満たされないものとか渇望とか、その人のこう闇を満たすための代償行為として描かれている。でその感覚は多分女性の方だと肌で分かると思うんです。だけどきっと男性にとってはすごく意味不明だったりするのかなと、あと怖いなっていう部分だったりするのかなと思うんですけど、ご自分の中ですごくこのセリフはすごい印象に残ってるなっていうセリフがあったりとかしますか？私が一番自分でびっくりしたセリフっていうのがあって、それセックスっていう大きい声で言った箇所があったと思うんですけど、あそこが自分でもあらこんな大きい声でこんな言葉言っちゃったって、なんかびっくりして、ああ普段こんなね言う機会なんてないんで、まあ、いい体験になったなと。いろんな女性から取材、たくさんの取材をして、ほとんどまあ自分の想像力をあまり入れないで、彼女たちの言い分をどんどんこう映画に取り込んでいった映画なんで、間違いはないと思うんで、僕の勝手な空想では作ってないので、ぜひ皆さん、たくさんの、もちろん男性の方にも見てほしいんですけど、まあ新しい、なんですかこれは、エマニュエル夫人の平成なんですか、分かんないですけどね、そんな感じで見ていただければと思います。どうも、ありがとうございました。はい。